いやでもこれはあのほんまに一回鹿島に負けたのが悔やまれるけど、ほんまにめちゃくちゃいい。こんなに順調にいくことあるっていうぐらい言ってる。やばいやばいでしょう、この入団会見。カメラマン何台来るんこんなん。大物選手を取ったよ。大物選手、それってもしかして僕のことですかって、なんかちょっと今の状況からしたらウケる。今入団会見でシューバさん取って、イニエスタ取って、大物選手、それってもしかして僕のことですかって、ちょっと俺の負けるわけにはいかない。 その気持ちが大事。まあ、中山さんは真面目に D ランクで最強の選手だとは思ってます。まあ、このプレイングにおいてはまあちょっと出番がないでしょうけど、移籍は来ない。